こんにちは。今日も見てくださりありがとうございます。きくりおき常備菜です。きゅうりは薄くスライスしていきます。スライスします。で、軽く塩もみをします。で、これは大根をまず薄くスライスします。で、整列させて千切りにします。で、これも軽く塩もみをします。で、柿を半分使います。柿はあそこヘタのところは V 字に切ってで、皮むいて、で、薄くスライスしていきます。で、これも整列させて太めの千切りにしていきます。ちょっとね、滑って柿は滑って切りにくいので気をつけてください。で、人参も最初斜めに薄くスライスしていきます。で、これも整列させて細く千切りします。で、人参はサラダ用と炒め用にちょっと分けます。これは長ネギは斜めに薄く切っていきます。最初にも野菜からザザザザザッと切ってしまったら後からもう調味していくだけなので楽かな。で、ピーマンも太めの千切りにします。これあらかじめレンチンしておいたじゃがいもをマッシュします。で、顆粒コンソメ少し、お酢少し入れてざっくり混ぜます。で、これきゅうりと玉ねぎ、さっき塩も見せたやつです。これの水分をしっかり絞ります。で、ハムを入れて、マヨネーズはもう適当です。で、塩コショウ少々で調味します。で、全体をしっかり混ぜ合わせて出来上がりです。で、これ牡蠣と大根のナマスを作ります。
砂糖大さじ1、お酢大さじ3、薄口醤油小さじ1。これを砂糖が溶けるまでしっかり混ぜ合わせます。で、大根の水分をしっかり絞ります。で、牡蠣をドーンと入れて混ぜ合わせます。これも全体にきれいに均等に混ざったら出来上がりです。で、これはインスタのお友達から教えてもらった人参サラダです。細く千切りした人参に青じそドレッシングとごま油で、お好みで炒りごまをパラパラっとしてしっかり混ぜ合わせて出来上がりです。で、フライパンにごま油を熱します。で、長ネギを入れて焦げないように炒め合わせます。じっくり炒めていきます。で、長ネギは炒めると甘みが出て美味しいのでじっくり炒めます。で、長ネギがしんなりしてきたら、かつお節の小さいパックを1つで、塩を3本指で1つまみぐらい入れて全体をしっかり混ぜ合わせたら出来上がりです。で、またもう1回フライパンにごま油を熱して人参を炒めていきます。で、人参がしなっとしてきたらピーマンを入れて炒め合わせます。で、ピーマンもね、しんなりしてきたら和風顆粒だし少し塩3本指で1つまみぐらいすりごまを小さじ2から3入れて炒め合わせます。で、全体をしっかり混ぜ合わせて馴染んだら出来上がりです。今日の作り置きは5品でした。最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。で、インスタもやってるので概要欄にリンク貼っ付けておくので、よかったらそちらの方もフォローしてもらえるとなお嬉しいです。以上です。ではでは、バイバイ。